現場監督のためのリーダー論。皆さんこんにちは、ライズプランの武田と申します。今回は現場監督のためのリーダー論っていうようなお話をさせていただきたいと思います。現場監督というのは、少なくとも、現場というね、組織の中でトップに、君臨しなければいけないわけですよ。だからこそ、大勢の人間の心を掴んで、しっかりと、こう現場をまとめ上げるということが重要になるわけです。だからこそこのリーダーの資質というものは、いずれにせよ必要なものだとは思うんですよ。にもかかわらず、うまく現場がまとまらないっていうことだったり、あとはなかなかみんながね、言うことを聞いてくれないんだっていうことだったり、あとはですね、現場監督じゃなかったとしても部下がなかなかついてこないんだっていうような悩みというのは多く聞くわけですよ。で、結果何をするかというと、怒鳴りつけるみたいな感じで、なんとか頑張ってまとめようとするんですが、それは、皆さんのね、そのリーダーシップ、リーダーとしての資質の限界のサインなんですよ。要は言うことを聞いてくれないから、怒鳴らざるを得ないという状況になってるわけなんですよ。なので今回は本物のリーダーになるための方法という部分を今回はしっかりとお話しさせていただきたいと思います。現場監督にとってみても、そうじゃなかったとしても、非常にですね、有益なお話になるかなというふうに思いますので、事例を用いながら、今回紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。はい、それでは、今日のトピックを紹介させていただきましょう。まずは一番最初、リーダーって何っていう話から入っていきます。リーダーっていうものの定義、リーダーってどういうものなの、そしてどのぐらいの影響力のあるものなのっていうところを、もしかしたらね、食い違ってる可能性もありますんで、ここで一度おさらいをしておきます。そして次、2つの現場の、実際にあった実例というものを紹介させていただいて、そこから得るものもあると思うんですよ。で、それを踏まえた上で、3番目、リーダーっていうのはどういうふうに考えている人のことを言うの、そしてどういうふうに考えていけばリーダーの、その視点っていうのは手に入れることができるのかっていう、その、考え方みたいなところをお話しさせていただきます。そして4番目に今日のまとめということで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速進めていきましょう。まずはリーダーって何っていうところからなんですけども、まずはリーダーの定義からお話しさせていただくと、多くの人間を引っ張ることのできる人、これをリーダーっていうふうに呼びます。英語で言ってもね、リード、引っ張っていくっていうような意味で人ですから、そのまま人間、多くの人間を引きつけて、俺についてこいって言えるような人間のことを、リーダーっていうふうに呼ぶわけですよ。で、このリーダーっていうことに関して勘違いをされている方がいらっしゃるわけですよ。なのでちょっとですね、考え直してみてほしいんです。例えば皆さん、現場監督というポジションなんであれば、例えば自分の部下には自分にね、3人の人間が仮についてたとするじゃないですか。で、その時にこの3人のことをしっかりとまとめることのことをリーダーだっていうふうに考える方がいらっしゃるんですが、それは全然違うんです。そういうふうな考え方をしていると、自分の影響力というものを見誤ってしまうんですよ。で、リーダーの影響力っていうふうに考えた時に、職人さんというのはね、基本的には自分の与えられた仕事を自分で完結させて終わりっていうところなんですよ。だけどその上にいるね、職長さんというものの人たちは、例えば自分の下に10人の職長、職人さんがいたとするじゃないですか。そうすると自分の采配によって、10人分の仕事に影響するような指示を出すことになるわけですよ。だから一つ上がった職長さんですら、このぐらいのたくさんの、影響力を持ってるんだっていうふうに考えていくと、それをさらにまとめていく番頭さん、それをまとめる主任さん、それをまとめていく、所長っていうポジション、この現場監督の、トップに君臨するということは、例えば主任が3人いたとするじゃないですか。で、主任3人に対して、こういうふうに指示を出したとしても、結局それが波及していった、行き着く先は何百人何千人に対して、影響力を持つということになるんです。つまり一番最初のその指示、たった3人に与えるその指示の破壊力というのは数百人数千人ということに及ぶことになるわけですよ。だから、一言一言、1分1分を全て大切に考え
えていかなければいけない。その自分の影響力っていうのをたかだか見えてる人間だけではなく、それ以外のね関連する全ての人に影響していくんだということをまずはしっかりと考えてほしいんです。そういう意味でも自分はね実は影響力が非常に強いんだということをまずはここで認識していただきたいというふうに思います。はい、それではここで2つの現場の実例というのをお話しさせていただきます。このね、現場 A と現場 B の話をさせていただくんですが、この話をちゃんと聞いていただけると、あからさまな進め方の違いということが見えてくることになりますので、しっかりと考えながら聞いてみていただきたいと思います。テーマとしてはコロナ禍に職人全員にマスクをしてもらわなければいけないという指示が会社から来たという設定のお話になります。まあ実際に起きた出来事ではあります。で、これの成功例と失敗例というような話になっていきます。まずは、現場 A の事例でお話ししましょう。一番最初に会社から指示が降りてきました。職人さん全員に現場でもねマスクをしてもらわなければいけないというような状況だったとします。だけど職人さんってやっぱり体を動かすのでマスクをするとやっぱり息苦しいわけですよ。だし結構こう距離が離れてるからいいじゃねえかっていうような考え方になりがちなんですが、それでもやってもらわなければいけないということになるんですよ。そしてまず A の現場はどういうことをしたのか。朝礼で皆さんにマスクを必ず明日からしてきてくださいねと言いました。打ち合わせの時にも必ずしてきてくださいねというふうに周知しましたっていうふうな話になります。次の日来てみると約2割ぐらいの人間しかマスクはしてませんでした。なんで他の人はしないんだというふうにもう一度問いかけて、指示を出して、また次の日今度は3割ぐらいの人間しか、マスクをしてませんでした。そこからは全員 職員がですね、全員現場監督が現場に出ていて、してない人間一人一人に対して、こういうふうにしなかったら周りの悪影響があるだろうだとか、風を移しちゃったらどうするんだみたいなことをね訴えかけながら、残りの数十人の人間に対してひたすら言っていくという作業をします。そして次の日それでも7割ぐらいの人間しかマスクをしてませんでした。その残り3割の人間にまた改めてね、職人さんにのところに行ってマスクをしてくださいっていうふうにひたすら言い続けて、結局は全員がマスクをするということはありませんでしたというのが、これが、現場 A の例になります。結局のところ、この現場 A の実例でいきます と、そこに残ったものはなんでしてくれないんだというこっち側のストレス、そして職人さん側からするとこいつらうるせえな毎回毎回っていうストレスがお互いにかかっている状態になっています。そしてなおかつ、その分かってくださいというふうに言って回るだけでもかなりの人員的な圧迫があったわけですよ。つまりは人海戦術に頼らざるを得なくなったというのが、現場 A の事例ということになります。それじゃあ現場 B はどうだったのかというと、スタートは一緒です。まずは朝礼だとかでしっかりと呼びかけました。次の日には2割の人しかマスクをしてきませんでしたというところまでは一緒でした。でその段階で、そこの現場監督は考えました。なぜ彼らは、マスクをしてくることがないんだろうかっていうふうに必死に思考を張り巡らせたわけですよ。まあ、結果はねいろんなことを考えるわけですけども、お金がなかったのかな、買えなかったのかな、忘れただけなのかな、本当は持ってるけどしてないだけなのかな、いろんなパターンはありますが、どれもこれも違う事例になるので、それを一個一個解決するのはそもそも無理だというふうに判断しました。結果じゃあ自然とマスクをする方法はないのかというふうに考えて、出した策としては、現場の入り口に、山ほど買い込んできたマスクをドーンと置いて張り紙に必ずこのマスクをしてくださいというふうに言いました。施策としては以上です。結果次の日には8割の人間がマスクをしていました。そしてその朝礼の時にあそこにマスクがあるから必ずしてくださいねというふうに言いました。結果その日中には全員が現場でマスクをするということが起きたということになります。はい、これが、事例 B と現場 B の、事例になっていくわけですが、結局はよく、職人さんがどういうふうなものなのかというふうに観察をして、で考えた。で、変えていったのは職人を変えるのではなくて、そのシステムを変えることによって、打開していったというのがこの現場 B の事例ということになります。まあ、どっちが失敗でどっちが成功なのかっていうのは、まあ、言わずとも分かると思いますが、この現場 A とこの現場 B の違いっていうのは何だったんでしょうかっていうふうに考えてほしいんです。お金をかけたかかけてないかですか。
それは本当ですかっていうところなんですよ。お金っていうのはね、目に見えるコストではありますが、当然人間をその作業に割かれるということは、それも大きなコストになるわけですよ。結果実際に大きなコストがかかってしまったのはどっちなのかっていうところに、ちょっと気がついてほしいんですっていうのが、今回のね、2つの事例っていうお話になりました。これでも明暗はくっきり分かれたわけですよ。ここから分かるリーダーの、考え方というところに入っていきましょう。はい、それでは、ここからリーダーの思考っていう話になっていきます。現場 A の事例と現場 B の事例がありましたが、これらどこが一番の決定的な違いだったのかっていうふうに考えると、誰を変えるべきなのか、少なくともね、今までマスクはしてなかったのにこれからマスクをするというふうに皆さんの頭の中を切り替えていかなければいけないわけですよ。そして現場としては全員がマスクをするという状態を作らなければいけなかったんです。でも、現場 A の人たちはひたすらに職人が変われ変われ変われというふうに、なんでやってこないんだ、昨日言っただろうというふうに言い続ける以外の方法が見当たらなかったんですよ。だけど現場 B の所長については、職人が自分で持ってこない、自分でマスクをつけようとしないというところはしょうがないことなんだ、でもマスクをするようにするためには自分たちはどう変わるべきかっていうふうに考えたわけですよ。つまりはベクトルがどっちに向いてるのかっていうところが決定的な違いだったわけなんです。例えば職人さんがね、10人ぐらいいたとしましょうか。その10人に対して一人一人言っていくっていうんであれば、まあ100歩譲ってなんとかなるかなとは思うんですけども、それを50人だったらどうでしょうか。50人ぐらいだったらなんとかなるかな、まあギリギリかなっていうところですね。100人だったらどうですか。仮に1000人だったらどうでしょうか。つまりは現場 A の所長の考え方でいくと、おそらくどこかで相手をひたすら変え続けるというところには限界が来るんです、必ずね。でそれが1000人なのか1万人なのかわからないんですけども、自分の能力の限界ってあるじゃないですか。だから現場 A の所長に関してはやれる限りやったけどもう無理だっていうふうに諦めざるを得ないタイミングが必ずどこかで来てしまうということです。かたや現場 B の所長はどうでしょうか。多分、50人だろうと、仮に1人だろうとね、1000人だろうと1万人だろうと、システムは大きく変える必要がない。そして何人来ても必ず、マスクをするっていうことになったんじゃないでしょうか。つまり、自分を、人をね、どんどんと変えていくっていうふうに相手にベクトルを向いていくと、全ての事案の1個ずつ解決しなければいけないので、1000人いれば1000人、100人いれば100人というふうに事案数が増えていくだけなんですよ。だけどどんなに人間がいようと変えるのは自分だよなっていうふうにベクトルを自分に向けて、その矛先を変えるのは自分、そしてシステムを変えるべきっていうふうに考えた時に、いっぱい解決しなきゃいけないものと自分一人が解決すればいいっていうことってどっちが楽ですかっていうことなんですよ。そしてそれを自分の考え方、システムというものを変えてしまった場合、仮に1万人いたところでやってることは一緒だよねっていうふうな、方向性に仕向けることができるっていうことなんですよ。ここから分かってくることというのは、つまりリーダーというのはベクトルを他者ではなく常に自分に向けることのできる人間が、つまりはリーダーになりうる、その素質を手に入れることができるっていうことになるんですよ。これについては、2つのね、いいことがあるじゃないですか。例えば、何か事案が、起きた時だったり、問題が起きた時、うまくいかないようなことがあった時に、自分が変わることによって、気がついたらみんなが全て解決してるっていう作戦はないかって考え続けることによって、当然自分のね、考え方を改善していって、そして、成長することになるじゃないですか。でなおかつ、周りは、気がついたらその人についていっちゃってるんですよ。これってリーダーですよね。確実なリーダーです。これをリーダーシップと言わずして何と呼ぶのかっていうふうに思うわけですよ。お前らついてこいと、こうやって俺は言っただろ、なんでお前らついてこねえんだ、違うこっち来いこっち来いこっちだろ、そうじゃない、お前ずれてるぞっていうふうにひたすらね、他人が自分の方向に向いてくれるように一人一人を仕向けていくっていうのは、それはリーダーではないですよね。なんて言うんでしょうね、ただうるさい人っていうことになっちゃうわけですよ。
だからこそ、ベクトルというものは常に自分を指している状態をキープし続けることができる人が、結果としてリーダーシップというものを手に入れて、気がついたらね、周りに人がいっぱいいる、自分についてきてくれる人がたくさんいるということを手に入れることができるわけですよ。気がついたら、自分についてくるというこの状況が、おそらくはですね、現場監督にとっては一番大切なこのリーダーの資質というものなんじゃないかなっていうふうに思うわけです。まあ、いろんなね場面があって、一概には言えないこともあるかもしれませんが、まあ、それでも現場監督というのは少なくとも、入社した瞬間に中間管理職と言われるぐらい自分の部下みたいな人間がいっぱいいるようなポジションに入っちゃうわけですよ。それを辛いなって考えるのではなく、チャンスだと捉えて、改造すべきはついてこない職人が悪いのではなくて、ついてこさせるような素振りを見せなかった自分が悪いっていう風に矛先を向ければ、改善する策はおそらく無限に広がってくるんです。だけど職人を解決しなければいけないって言ったら、職人が変わるごとに毎回毎回同じことを繰り返さなきゃいけないのってそもそも辛いでしょ。だから、矛先は常に自分、そして自分がこの組み立てているシステムという方に向けていって、改造すべきはそこだよねっていう風に考えることで、どんなにたくさんの人が来ようと、どんなに人が変わろうと、それでも変わらない、価値を提供することのできる器の広い人間になることはできますよね。これがきっと本物のリーダーなんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい、それでは今回のまとめに入ります。まずは、リーダーっていうのは影響力が皆さんが思ってる以上に、ピラミッドのようにね、裾野が広がっている、一人二人に指示を出したとしても結局はここ全部に影響している、皆さんの想像をはるかに、超えるような影響力というのを持ってしまっているんだよということをまずは把握してください。そして、現場の考え方によって良くも悪くもなるんだよということをお分かりいただけましたね。そしてベクトルを他人に向け続けているっていうのには、必ずどこかで限界が来ます。だからこそ自分というものをにベクトルを向けて自分自身を変えていけるものっていうものが、最終的にはリーダーの資質を持つものなんだっていうふうに思うわけです。現場監督になった以上は、少なくともね、人の心をぐっと引きつけて、気がついたらみんなが自分についてきてるっていうような状況を作ることができれば、現場運営なんて楽勝になるはずなんですよ。だからこそ、この辺の考え方、ベクトルを他人ではなく常にね、自分が変わる方向に、向けていって、次の現場ではもう改善されていて、次の現場に行った時にはもう、怖いものないぜっていうようになっていくぐらい、日々改善を重ねていって、自分を能力アップしていけば、周りの能力が低かろうが高かろうがそんなことは関係ない、同じ品質のものを作ることができるんだっていうのが、最高級の現場監督なんじゃないかなっていうふうに僕は思います。今回は現場監督のリーダー論というものについてお話をさせていただきました。はい、今回は現場監督たるものの、リーダー論というのを偉そうに話をさせていただきました。すいませんでした。ということで、このようにですね、現場監督にとって、建設業にとって底上げにつながるようなお話をこれからもどんどんとさせていただきたいと思いますので、ぜひ、まあ、これからも見たいなっていうふうに思ったんであれば、チャンネル登録はしといてくださいね。そして良かったなと思ったら、いいねボタンだったりコメントなんかもガンガン書いていただければ、こんなことを話してほしいぞっていうようなリクエストも、受け付けておりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。今回の放送につきましては、以上になります。役に立ったでしょうか。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さようなら。